リスフィクション。でさ、これからどうすんだっけ？確か昨日だとか明日だとかいうやつを探すとかなんとか。今日よ今日、その武器いつのセンスよ。今日コンフリクト社重役にしてテンペストの幹部、アスクレピオスの契約者だった男だったな。廃棄領域で独自行動を取るやつだ。テンペストに先駆け、その身柄を確保する。それが今回の目的だ。何せ奴は魂食い事件の被疑者にして、先日の襲撃事件への関与も疑われている。それと同時に一般領域で実行されたテロの疑惑もな。こないだのあれもそいつの仕業か？退屈はしねえで済みそうだな。あんなひどいことをした人がこの森の先に。テロのことは私も後からニュースで見たけど、みんなあの場にいたの？そういえば話していなかったか。お前たちの戦ったダッキとやらの襲撃と同時期、市街地エリアに奴のクローンが大量に出ただろう。お前は知らなかったか。無理もない。偶然遭遇した我々が抑えたため、あまり大きなニュースにはならなかったからな。ガベージデータ研究所の襲撃と同時期、ペット AI に姿を変え、市街地に潜伏していたダッキとやらの分身が一斉に暴れ出したのだ。その時はちょうどトールとエンキリューに手伝わせ、今日の足取りを追っている最中だったんだ。ソガ殿からの依頼でな。俺がいなきゃ超ピンチだったよな。ついてってやってよかったぜ、マジで。ドクターは研究所攻撃の陽動だろうって言ってたけど、まさかあんなことまでするなんてね。ごめんなさい、みんな。私たちの面倒ごとに巻き込んでしまって。いや構わん。今日、ダッキー、魂食い、いずれも根のところでつながる。我々フォークラーにとっての脅威に変わりはない。この先に首謀者か、それに近い奴が潜んでいるというなら、白日のもとに引きずり出して、泥を吐かせてやるまでだ。なんだかわかんないけど、森の動物たちを巻き込むなんて許せない。絶対捕まえてやる。世が多忙にしている隙に、よもやそんなことになっていたとはな。世に直接関係はないが、今回に関しては他ならぬ我が友エンキドゥのためもある。喜んで力を貸そう。武蔵さんからだわ。向こうも体制が整ったみたいと言っても、テンペストからはそんなに戦力は出せないみたいね。無理もないだろう。協力者を動員すると言っても、誰が今日と通じているかわからん状況は避けたいはず。それはそうと、武蔵とやらは信用していいのだろうな。彼女は大丈夫よ、多分。ひょうひょうとしていてつかみどころはないけど、彼女の行動には信念がある。私たちはそう思ってるわ。いいだろう。そこまで言うなら、よもお前たちの信じる武蔵とやらを信じてみよう。慎重さは重要だが、それに縛られていては何もできんからな。話は済んだか？先を急ぐぞ。なんか今日のあいつ、いつも以上に不愛想だな。ちょっとトール、聞こえるよ。でも確かにランスロット急いでるっていうか、焦ってるみたい。うむ、さすがは我が友エンキドゥ。言葉なき者が秘めた思いをよくわかっている。世にもあれは相当思い詰めた顔に見える。
例えばそう、誰か極めて親しいものを失ったといったような。そうかもしれないわね。でもあまり踏み込んじゃいけない感じもするし、本人の口から話があるまでそっとしておきましょう。よもそんな悲しみに押しつぶされそうになったことがある。あれには死者を取り戻せるとあれば、冥界にでも押しかけようとする決意が見える。もっともこの廃棄領域はある意味アリスにとっての冥界のようなものだがな。世は幸運にもその親友とはこのような形で再会することができたが、だが我らにとっての冥界はここではない。フォークロアが死ねばそれまで、無惨したゴーストが同じ名のフォークロアとなってもそれはもう別人なのだ。新しい足跡がいくつも。ギル、どうしたの？いや、なんでもない。それより何か見つけたか？うん、動物と、それに多分魂食いの足跡、それも結構新しいよ。おい、魂食いだ。動物たちがまた襲われてる。しっかりして、エンキドゥ。やつではないか。だがこの状況見過ごせん。よかったね、本当に。よかった。にしてもよ、こんなちょくちょく出くわすってことはよ、森の中、魂食いだらけってことじゃねえのか？それは困るよ。いや、おそらくそれほどの数も、それをばらまく暇も、京都やらにはなかっただろう。今倒した魂食いにしても、我々追跡者の足を止めるため、捨て駒として置いてある。高知より拙速を取った。そんな印象を受ける。ギルの言う通りかも。移動の痕跡も消したりしてる様子はないし、何か急いでるのかも。だったら一刻も早く追いつき、何を企んでいようと叩き潰すまでだ。行くぞ。ちょっとランスロット、待ちなさいよ。ねえランスロット、何をそんなに思い詰めてるの？お前には関係ない。関係ないことないよ！私たち、同じ目的で行動する仲間でしょ？世も同感だ。いかに世のため、人々のための探索とはいえ、死に急ぐ者と共に、自らの命まで縮めるつもりはない。そりゃそうだ。いくら俺が死をも恐れぬ喧嘩好きってもよ。バカみてな理由で犬死にすんのはごめんだね。なんだと。いや、すまない。確かに何も話さずにいる自分が悪かった。いい加減だんまりを決め込まず話しておくべきなのだろうな。自分が魂食いを狙う理由を。自分には親友がいた。名をフェルメール。同じフォークロアだった。フェルメールはある男と契約を結び、その仕事を手伝っていた。メディア関係に携わる、まあ冴えない男だったが、自分には似合いの二人に思えたよ。それに契約があればフォークロアである彼女にもちゃんとした身分ができる。
悪くない話だと思った。その時まではな。だが、あの日。その時、彼女目の前で契約者はフェルメールに目もくれず一目散に逃げていった。ちょっとあんた大丈夫？以来だ、フェルメールを食ったあの青い魂食いを仇と狙うようになったのは、そして同時に自分は悟った。契約などフォークロアを縛り利用するためだけの鎖に過ぎないと。戦士が命を懸ける理由だ。妄執などとは笑わん。その怒りと悲しみ辛かっただろう。これが自分が話せる全てだ。今までのランスロットの反応も全部今の話で納得できたわ。そんな体験をしたんだもの、無理もないわよね。んだよ、ダチの仇か。だったらもっと早く言えよな、水くせ。そしたらなんかもっといろいろ手伝ったのにゃ。すまない。できればフェルメールの仇については自分一人で型をつけたかった。いわば騎士としての意地だったのだ。だから今回ソガ殿から協力要請を受けた時は藁にもすがる思いだったよ。神出鬼没の魂食いの手がかりなどそうたやすく終えるものではないからな。その上でまた身勝手な頼みとは分かってはいるが、もし彼女の仇が青い魂食いが出たら、そいつの相手は自分に任せてほしい。頼む。この通りだ。戦士たる者、たやすく頭を下げるな。貴様の覚悟、世はしかと受け止めた。貢献は引き受ける。その時が来たら存分にやれ。ああ、なんか理屈は分からんけどよ、そういうことなら邪魔はしね。思う存分やれよな。そんな事情聞いちゃったらダメなんて言えないわね。ありがとう。みんないいかな。ここから先は凶暴なポーンの縄張りになってるの。動物たちも近づかない、危険地帯。でも誰か、それに何匹かの魂食いっぽい足跡もこの先に続いてる。近いよ。うん、まるで大都市の遺跡のようだな。壮観でもあり物悲しいようでもあり。森と全然勝手が違って、構造は単純だけど隠れ場所は多いし痕跡も追いづらくなる。気をつけてね。その京って人、なんでこんなところに逃げ込んだりしたんだろう。あ？ここいらって隠れ場所は多いんだろ。逃げ込むにはご都合じゃねえか。ううん、こんなところって言ったのは廃棄領域自体にってこと。廃棄領域って知ってるとは思うけど、一般領域でいらなくなったデータを詰め込んでおくところでしょ。そうね、ここに住んでるエンキドゥたちには悪いけど、要するにゴミ箱的な場所よね。うん、だから一般領域みたいに誰かがここにあるものを使うことを前提として置いてあるわけじゃない。同じように捨てられた AI たちがここにあるデータを侵食したり
変質させたり解体したり、そうしてできたのがあの森なの。うん、多種多様、膨大なデータと AI からなる一種の独立した生態系ということだな。うん、それで廃棄領域は細かい塵や柔らかい土みたいなデータの断片が辺り一面でたらめに積もってるのね。だから誰かが移動したり何か活動した後って意外と残りやすいの。ここまで今日って人を追跡できたのもそういうわけ。回りくでえな、何が言いてんのよエンキルーは。ま、そうよ、単に逃げたいだけなら一般領域の方でも、それこそアリスからログアウトしてもいいわけよね。うん、やつほどの立場のものなら手の打ちようなどいくらでもありそうなもの。廃棄領域への逃亡などまるで無頼のやることだ。確かに。ということは奴は廃棄領域に赴く理由があったか。そうでなければ。バナ、どうしよう。慌てるな延期で、その可能性があるというだけの話だ。罠だろうがなんだろうが片っ端から潰してきゃいいだろうがよ。もう単純ね、それで済めば苦労ないわよね。うむ、どのような策謀であっても放ってはおけん。進み、暴き、そしてその企てを粉砕するのみだ。そういうこと。フェルメール、そしてアスクレピオスのためにも絶対に今日を捕らえてみせる。でもあの時アスクレピオスが誰かに助けを求めなかったのはなぜかしら。それこそ武蔵さんとか。さっきの話では確か魂食いに食われたアバターを取り戻そうとしていたと聞いたが、であれば確かに単独で事をなそうとしていたというのはいささか妙だな。組織が堂々とフォークロアを処分しようとしている状況で誰かを信用などできるか。それはそうかもしれないけど、なんか引っかかるわね。あ、出迎えが来たみたいだぜ。KBAI か。京明の排した手駒だろうが、ここで見つかるのも面倒だな。回り込まれてる、後ろからも来るよ、気をつけて。口惜しいが、地の利は敵にあるようだな。愚問、押し通るまで。結局そうなるわけね。わかったわ、覚悟決めましょう。楽勝楽勝、見たか変なチョコ誰どもが。トト、消えるの待って、解析しなきゃ。うん、間違いないわ、今日は近くにいる。やっぱり所在の追跡まではさせてくれなかったわ。こういうところは大手の強さね。反対にこの戦闘で私たちが来たことは多分今日に筒抜けになってしまったわね。何、構うことはない、どうせ奴もそのつもりだろう。それよりどうしよう、この辺りは多数の巨大構造物で見通しも悪いし、さっきの警備 AI たちが巡回してたからこの辺りの痕跡もたどるのが難しいよ。うん、少々向こう水が過ぎたか。敵に時間を与えてしまうのは面白くないな。なあエンキル、この辺りに動物は近づかねえっていう話だったよな。ん？もう特に今は、仮に迷い込んでもさっきみたいな警備 AI に追い返されちゃってるはずだし。
ならやることは簡単じゃねえか。どーれ、これならそのうちやつの方から尻尾出すぜ。俺ちゃっともいい。ほう、さすがは北欧の神々の中でもその名も高き雷神トール。アダド神にも劣らぬ鳴神ぶりだ。ちょ、突然何するのよトール。へへ、すげえだろ。見ろよ、向こうで何匹かザクを巻き込んだみてえだぜ。大量大量。いや、存外悪くない作戦かもしれん。敵しかいないのが明らかなら、いっそ絨毯爆撃で炙り出してやるのがよかろう。今日のアバターに何かあったらどうするの？何？奴がそこまで間抜けでないこと、せいぜい神に祈るとしよう。おい、無茶をするな、トール。おめえ、仇取りてんだろ。ダチのダチは俺のダチ、ダチの仇は俺の仇だ。どーんと俺に任せとけよな。トール、お前遠慮がいらねえとなりゃ楽なもんだ。オラオラ、大吉だか小吉だか知らねえが、とっとと這い出てこねえとぶっ潰しちまうぞ。オラ、何か来る。これは、ヘビー AI を食べた。やつめ、動くものとなれば見境なしか。なんともおぞましい。まるでティアマトの子らではないか。魂食いはそんな甘いやつじゃないわ。うん、あ、今までの消耗を差し引いても強敵だったわね。それだけ今日の喉元に迫っているってことかしら。確かに今出てきた魂食いなら後をたどりやすいし、それを追っていけば。危ない、エンキドゥ。これ以上、あの悲劇を目の前で繰り返させたりはしない。よかった、間一髪。喜んでもられねえぞ。おい、力負けしちまってる。あれじゃ持たねえ。今度はあいつがやべえぞ。そうはさせん。やっべ、あんま聞いてねえぞ。まずい、このままじゃみんな。我、ことにおいて後悔せず、いずれの道にも別れを悲しまず。まったく、武芸者としては甘っちょろいな。なんだ？だが、それが主の騎士道とやらであり、主の強さであり。かな、ランスロットよ。この声、ようやくか。
すまぬの。やぼよで少々遅れた。まったく、小次郎もそうやって待たせたのか。わしは遅参などした覚えはないのじゃが。まったく、いつからそんな話が広まったものやら。ま、それはよかろう。ランスロット、まだ戦えるであろうな。ああ、やるぞ。ああ。おいおい、俺も混ぜろよな。魂食いの動きが止まった。今よ。やった。まさに危機一髪、間に合ってよかったな。それともこの様子ならわしの手はいらなんだかな。まさか、そこまで己の力におごってはいない。正直助かった。怖かった。武蔵とやら、それにランスロット、よからも礼を言わせてもらおう。なんだなんだ、援軍って一人だけか。ちょっとトール、助けてもらったのに失礼だよ。いやはや、それについては何とも片付けない。身内の恥をさらすようだが、今のテンペストはその名の通り大嵐のただ中といった具合でな。手勢を集めようにも誰を信頼できたものか。そうね、誰に今日の息がかかってるかわからない状態だもの。それは仕方ないわ。信頼できる者もおらぬではないが、何かあるとまた面倒ゆえな。そやつらには工事を託し、思い切ってわし一人で参った次第じゃ。なになに、礼には及ばぬわ。それにこの様子ならば戦力は十分じゃろ。ああ、十分だ。ところで縁切る、やつがどこから現れたかの目星はついたか。それなら大丈夫。あっちにひときわ大きい構造物があるでしょ。今の2匹ともあそこから出てきたはず。えむ、あとは本丸攻めを残すのみとは。おいしいところには間に合ったようで何よりじゃ。ああ、だがここから先何が待ち受けているかわからない。気を引き締めて進もう。